皆さんこんにちは。本日は京都市龍安寺にある隠れ家的なエステサロン美と癒しのエステセラピー美楽のオーナー本橋恵子さんにすっきり美しい体作りについてお話をお伺いしました。皆様はじめまして、本橋恵子です。私のサロンは自宅でやっておりまして、私一人が運営しているんですけれども、その分皆様と1対1でお話ができるっていうことをとても大事にしております。私はエステティックの経験っていうのは20歳の頃からありまして、で途中ちょっとエステティシャンは辞めまして、化粧品の輸入販売に携わったことが数年間あるんですけれども、そこでまたたくさんのことも勉強しましたし、でそこからまた違う京都の化粧品を取り扱うようになりまして、でその販売と、それからそれを使ったエステとか予防医学をベースにしたリンパマッサージっていうのを得意としてやっております。でお顔のケアっていうのは皆さんいろいろお悩みがあって来られるんですけれども、そのお顔をケアすることで自分っていうものを知ることができたりとか、あと体の中の不調部分を知ることができたり、あといろんな精神面からの肌のトラブルだったりっていう気づきがあることがすごく大事 で、そのおかげで治るということがたくさんありますので、そのあたりのサポートも心を込めてやっていきたいと思っております。自宅の一室で、本当にこういう空間で小さいところなんですけれども、その分ゆっくり時間を使ってリラックスしていただけたらと思っております。私はエステとプラスカウンセリングにも力を入れておりまして、五行カウンセリングっていうものがあります。これはその人の肌とそれから顔の悩みをチェックしていただいて、でそこからその人の体質はこういうものであるとか、ここがちょっと弱っているせいで肌がたるんでいるとか、シミができているっていうものを体の中から発見することができるので、それに合わせたお手入れと食生活の改善、そういったもののアドバイスもさせていただいております。今ちょうど去年11月頃に薬膳のアドバイザーという資格をいただきまして、それは何かっていうと、すごく大それたものではなくて、本当に冷蔵庫の中にあったりとか、ちょっとスーパーに行ったら買えるとか、そういった食材を使って自分に合ったものを選んで簡単に食べて治す、体を良くしていく、体質を改善したり向上させていく、それによって肌とか体とか、あとダイエットなんかも成功していくっていうことを大切にアドバイスもさせていただいて、金箔を使ったエステを私はちょっと特別にオリジナルでやっているんですけれども、この金箔っていうのは私は全く身近になかったもので、純金エステっていうのが流行ったことが昔あるんですが、その時もなんとなくこうまがいものというか、お金儲けのように感じていたんですけれども、実際私が結婚した家が金を着物に施すっていう伝統芸術 の家でして、そこで金箔っていうのを初めて目にしました。うちの義理の父がその金箔をずっと扱っていることで、この手のひらの綺麗さっていうのが本当にすごかったんです。もうここだけが別人みたいな感じでふっくらしていて、もうシミもシワも何にもなくてすごく美しかったので、これはひょっとしたら美容効果が本当にあるのかもしれないと思いまして、で私なんかも自分で体験してみたりとか、いろいろ試行錯誤してみた結果、肌がすごく白くなったりとか、あとシワが気になる部分が薄くなったり、で肌の透明感が増したりっていうような効果を実際に体験しました。でそれによって自分の思考のエステと合わせて、あとリンパと合わせたりしながら
純金エステっていうものを作ってやっていっております。これはうちのサロンでも一番おすすめしているエステメニューです。若い方はもう大体何を使っても効果がありますし、また肌が若いのでそんなに効果も感じなかったりっていうような、若い方はあんまりエステっていうのは必要とされない方も多いかと思うんですが、大体30代半ばぐらいになってくるとちょっと体質とか肌質の変化っていうものを感じると思うんです。でシワがちょっと気になってきたりとか、この辺にシミが出てきたとか気になることがあって、で体質的にも今までと同じ食事をしてるのになぜかこう痩せられない、太りやすくなってきたっていうような体の変化を感じ始めた30代半ばぐらいから40代、一番そうですね、60代ぐらいの年齢の方まで来ていただいておりますので、ちょっと自分の体質改善したいなって思われる方に来ていただけたらなと思っております。自宅で本当隠れ家的なサロンなんですけれども、場所はちょうど仁和寺と龍安寺の間あたりにありまして、絹掛けの道っていう観光道路が通ってるすぐそばにあります。でそこからこうちょっと入り込んだ住宅地の一角にありまして、看板も何もほとんど出していないので、初めて来られる方はちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、とても静かでいていただいてもすごくリラックスできる場所にあるかと思います。大きなサロンが苦手な方とか、あと自分一人に向き合ってもらいたい、で自分だけのエステっていうものを作っていただきたいっていう方、ぜひ来ていただけたらと思います。またここは観光地ですので、観光のついでに旅行でこちらに来られた方もお気楽にご連絡いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。紫紺化粧品を専門にお取り扱いしております。この京都の高所紫紺化粧品は1977年に創業されて、もう38年以上のロングランを保っております。この化粧品は皮膚科の知識から開発された本格的なアンチエイジングスキンケアで、赤ちゃんにも使える優しい処方になっております。無香料で無着色、バイオ水を使用しております。どのようなお肌の方でもお使いいただけてとても効果的です。